はい、皆さん明日いよいよ、日本の時間では4月21日午前2時からスペシャルイベント、アップルの新製品発表会があります。まあ、こちらはオンラインでストリーミング配信となるそうです。このイベントで、まあ、発表されるであろう商品、まあ、新型 12.9 インチ iPad Pro、 なんといってもミニ LED のバックライトディスプレイを採用、こちらが注目の目玉商品となっております。そして A14X のバイオニックチップを搭載し 5G に対応という、まあ、噂となっております。そしてこちらの商品は発売後の出荷が少ないと見込まれております。 Wi-Fi モデルが先行して発売され、セルラープラス Wi-Fi モデルの発売は少し遅れるという情報が今のところ出ております。なので、こちら 5G のセルラーモデル買おうと思っている方は、まあ、もう少し待つ必要があるかもしれません。そして iPad Pro 11インチ、こちらは 12.9 インチと同じで A14 の X バイオニックチップ、そして 5G に対応すると見られております。まあ、こちらは、ミニ LED ではなく、まあ、現行モデルと変わらない、まあ、バックライトとなっております。で、Apple Pencil 第3世代、こちら表面処理がツヤ消しからツヤアリーナにブラックの本体カラーをラインナップすると、まあ、今噂されております。まあ、こちらの方は、まあ、イベントで発表される確率が、まあ、ちょっと低いので、まあ、あまり期待はできないと思いますが、まあ、ひょっとしたら発表されるかもわかりませんので、まあ、期待を捨てず、まあ、皆さん発表を待ちたいところです。こちらはリーカーのマックスワインバック氏によれば、エアタグス価格は約$39、日本円で4200円ほどだと言われております。大きさは直径 32mm×厚さが 6mm と言われております。まあ、こちらはまあ5000円以下で、まあ、買いやすい値段となっているので、まあ、個人的にもこれが出たら買おうかなと思っております。そしてまたこちら注目の iMac の新モデル、リカのマックス・ワインバック氏とマクガイア・ウッド氏が新型 iMac が4月のイベントで発表される可能性について、去年の末からこちら生産が始まっており、発表されると思うとこちらの2人のリーカーは、答えております。なので、21日の、まあ、午前2時からの発表会、 iMac 発表会とっても楽しみです。はい、それでは本日の動画は以上となります。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。